新女神転生5ベンジェンスのキャラクターデザイナー土井と申します。よろしくお願いします。まずは悪魔の伝承や神話を調べるところからスタートします。関連書籍、ウェブサイト、そして社内スタッフの考察や着想からアイディアを膨らませていきます。ある程度自分なりの解釈を固められたら、原点に忠実なデザインにするか、オリジナリティを持たせるか、検討していきます。今回の新規悪魔のカディシティなどは、そもそもデザイン的な原点があまりない悪魔たちなので、オリジナルの解釈をふんだんに加えていきました。逆にアマビエは原点に忠実に描いていきました。過去作に登場したリリースのデザインを尊重しつつも、本作らしさを出すことを心がけました。かっこよく媚びていない女性を神話性、現代性に合わせて作画したい気持ちから発想していきました。皆さんも好きな方が多かったかと思うのですが、ナホビの関連の追加スキルは CG 化して楽しいものでした。実際僕は監修することがメインで作っているわけではないのですが、手がけたモーションやエフェクトのスタッフたちがとても優秀だったので、その成果物を監修しているのは本当に楽しい作業でした。シリーズ悪魔という点では、ケルベロスが好きな悪魔です。初代女神転生の頃から重要な位置づけで登場することも多くて、今後いつか機会があれば新規のデザインとしてチャレンジしてみたいなと考えています。自分がデザインしたものという観点であれば、今は本作に登場するカディシュトゥのリリスがお気に入りです。新女神転生5ベンジェンス、6月14日に発売します。悪魔たちの活躍をどうぞお楽しみに。